ってる。人がいっぱい。それ分けられるわけですよね。だからそれ人がいっぱい。例えば私が実際欲求1個しか持ってない場合にそれを半分に分けられないわけですよ、ね。そうするとやっぱ欲求を。あ、欲求ごとに、ラショナリティの帰属が違うんじゃないかなんですか。あ、というより、どこまで教授的に分割できるのかなっていうことです。まあでも、こういう立場を取っちゃったので、今はまあどこまで分割してもいいんですけど、一応想定してるのは、スライスにその属してる欲求の全体。その物理的スライスにある傾向性としての欲求の全体。すみません。その時に、その欲求っていうのは、個人しか持てないもの。例えば、一人の人間に内臓とか、こう、いろいろな器官があるとするじゃないですか。で、胃が考えてることと、小腸が考えるの欲求が違うとかっていう話は全然まだ。だから、それもすごい問題で、そのデザイアという概念の分析の仕方によるんです。はい、で、それはだから、そもそものエージェンシーという概念の分析に遡らなきゃいけなくて、で、そうするとエージェンシーの概念に対してリプレゼンテーションと、で、それに基づくそのインテンション、で、それらが、ある程度協調的に保って動くことっていう感じの、そのインテンションとかデザイアというものをめぐるその概念分析の議論があるんですね。で、まあ、それは普通我々が意図とか欲求とか、あるいは信念と言ってるものの分析をある程度与えてるので、リプレゼンテーション、つまり表彰システムでないものは基本的に対象じゃない。だから内臓は表彰システムを持ってないから、エージェンシーじゃないっていう言い方もあると思います。で、あえてでもまあ、いや、そこにその、いや、あるんだって言われたら、まあ、じゃあそういうのを照らしてラショナルならこれだけど、誰か嬉しいのかしらとか、で、そういうことです。前回鈴木さんがね、例えば、臓器に、感覚、なんていうの、センサーつけてさ、それで投票するんだって、だからそうすると、だから臓器にセンサーつけて、そのセンサーで測ってる、その、なんていうの、外界の情報が、ちゃんとその臓器にフィードバックされて、なおかつその再生産にシステマティックに貢献しているというような条件が整ったら、ことによるとですよ、最終的にはもしかしたらそれをリプレゼンテーションのシステムと言って、エージェンシーだって言えるかもしれない。それ要するにサイボーグですから、ね。しかし、年金だってフィードバックには動くわけですよ。え？年金でさ、脳なんか全く必要なくて、環境で言えばそうですね。年金をリプレゼンテーションのシステムと見るかどうかは、結構重大な議論的論点の一つですが、まあそこまではいいかなと。年金のな道徳的義務について語っても、まあ語れますけど、嬉しくはない。でしょ。病的な多人格差っていうのは、多人格差。一人の中になる。長い。だから、その何人もの、なんていうんですか、ラショナリティが衝突して、残念な人になっているなって、そういう話になるんじゃないでしょうか。私を時間的にスライスしていったときに、そのスライスされた私と他の人のスライスっていうのは、その区別可能なんですか？どういう意味で、だって違うスライスは違うスライスでしょ？違う。物理的に違うところにいたら。なるほど。じゃあ違うスライスの傾向性はどういうふうにしたかどういう意味ですか？違うスライス。私のその傾向性っていうのは、私自身が把握することができる。違う、だから私の主観によって個人的主体がジェニューな主体だって決まるんじゃない。私の後続主体が真に、本当に世界の事実としてシェアードインテンションをちゃんと持ってて、コーディネーティングなら、それはジェニューな声主体。だから実はなんか、こうやって私が自分、ジェニューな声主体だなと思って、なんか声してたらなんか、変なことをしていたですね。私が自分を個人だと思っているのに大変残念な生き物だってことが判明するかもしれない。それは世界の事実の問題で、私が今どう思いないんだろうあんま関係ない。そうすると世界の状態を同定して、そこにおける例えば快楽の総数とかを計算するっていうのは、原理的にその観測、まあ、主体ある装置に依存する話になります。なんでですか？だって解っていうのはちゃんとスライスできるようになっちゃってるから、解は時点的にちゃんと帰属できる性質ですから。しかし、解が、そこに存在しているっていうふうに、その決めるかどうかっていうのは、その決めるかどうかっていうのは、認識的に、ああ、これはコップだよね、みたいな、そういう話。評価するのが、例えば年金に快楽が内在していると考えるかどうかっていうのは、それ観測装置の、に恣意的に依存して決まってくることじゃないんですか。年金に害があるかどうかわかんないですけど、いやまあリプレゼンテーションのシステムがあってとか、
いろいろな、そういう条件。概念分析に余地があると思いますけど、はい、そういうプレジャーのある分析が与えられて、で、年金がそうだったら、まあ年金にはこういう意味でのプレジャーがあるよねって認めていいっていうような話にはなるんじゃないですか。あとで年金にプレジャーがありましたとか、なんかありませんでしたっていうような結果がわかるのが、装置に依存してるんじゃないかっていう。でとかどう言えばいいのか、ね、装置に依存して解っていう概念ないし解の中身そのものが変動するっていうんじゃなくて世界そのもの、世界そのもの、それは分かるんですけど、でも決定的ななんかその到達不可能性みたいなのはあります。うん、あのまああったところで理論上の問題ではない。だから到達不可能なものをあえて推測するっていうのはよくあることなん でそれに従ってやるしかない、まあよくはいつもの話です。ちょっと、あの、不正かもしれないけど、解をね、その、解の総量をの、あの、主体の脳内の、人間のね、ホモサピエンスの脳内に発生している快楽物質の総量で定義する。ね、すると、あの、測定可能かどうかわからないけど、この瞬間の脳内、ここにいる人全員の脳の中の快楽物質の総量っていうのは一義的に決定可能でしょ？決まってるはずでしょ？それを仮定するってことですか？それはだって決まってるはずなんで。なぜですか？いや、でもそういう実現なのかどうかっていうのは。そこがポイントなんですけど。だそれを仮定してるんであれば、それでいいんですか？実現論とは、あんまり関係ない。意味論的に実現論と関係ないんですけど、ね、テルか法則かだっていう。で、その総量があるはずだということについては、観測装置があろうがなかろうがさ。はい、それは、快楽物質の総量という量はあったはずだし。あったはず。いや、それは単なる仮定だ。量っていう概念が、量っていう概念が観測装置などによって初めてそのコンスティチュートされるという考え方はあるわけです。解の量っていう、その量という観念そのものが観測装置とかも、そういう手段によって決まる。で、そういう立場。実際科学的な意味での量もそうやって決まるんだという立場があるわけですね。だけど、それとは逆に因果的影響のそのパワーの高っていうのに決まって、その何かの量というのは決まるんだ。だから電気の因果的パワーもその大きさとかで、その電気のワットとかボットとかが決まってくんだ。という立場もあるんですね。で、私はその解っていうのについて、価値実在論とっていてですね、まあ、なんかその説明するとあれなのか省きますけど、基本的にはその世界に対するその因果的な能力によって、その量がメジャーが入るっていう、入るだろう。で、原理的に入れられるから入れろっていう、そういう立場を取る。原理的に入れる。というか、その電気にワットとかボルトが入るの。で、まあ、いろんなメトリックの入れ方が多分あって、で、どれがいいかは悩むところですが、そこはまたトリックがあって、価値を実在として認めるときの因果的根拠によって、そのメトリックが到底できるんだっていう、そういう議論をする。ですよ。でもそれはまあ。しかし測定可能性っていうのは原理的に慣習によって決まってるものじゃないんですか？ワットとかボルトが測定できるってことだって我々の経験的にあるんです。だからそういう立場もあるし、そうじゃなくて、だから我々とは関係なく決まってる自然法則っていうのがちゃんと実在しててっていう立場もあるんです。そういう私は科学実在論なんで、はい、で、さらに道徳実在論なんで、どちらかというと、だから成田さんがお嫌いな立場でコンシスタントなものを求めるという、そういうわかりです。そうなってくると気になるのは、そのあの価値実在論というものが統治功利主義にどれだけ必要なものなのか、別のなら価値実在論を取らなくても統治功利主義ができるのか、取らないとできないのか、いや、なくてもいいんですよ。いや、だってそれ功利主義が正しいと思ってるなら、今からじゃあ説得的な功利主義図を上げるから頑張ってっていう、そういう話になるので、うん、で、だから、功利主義っていうのは基本的には規範理論、ファーストオーダーの規範理論のパッケージに過ぎないわけなので、それをどう正当化するかとか、